ロイヤルサブリンはイギリス海軍の戦艦、リベンジ級戦艦の一隻、第二次世界大戦終盤にソビエト連邦に供与されソ連海軍の戦艦アルハンゲリスクとなった。1949年2月にイギリスに返還され解体された。愛称はロイヤルルーブル。1936年当時のロイヤルサブリンの武装、装甲配置を示した図。 本艦は1913年度海軍整備計画で、ポーツマス海軍交渉で1914年1月15日、寄港。1915年4月29日浸水。1916年4月18日竣工。同年5月に収益し、本国艦隊及びグランドフリートに所属したが、ユトランド沖海戦時には、機関故障で参加することができなかった。 1930年代初頭に近代化改装が行われた。手法の最大行角を15度から倍の30度に引き上げて射程距離の延伸を行った。1933年には完備にカタパルトを配備、したが1936年には早くも撤去されている。1938年に 対空攻撃力強化のため 10.2cm 単装降車砲を 10.2cm 連装降車砲に換装した。1939年に姉妹艦ラミリーズと共に箱型環境への改装が構想されたが実現しなかった注釈1。インド洋で活動中のロイヤルサブリン。この時期の本館には非公式名祭が施されている注釈2。 同年9月に第二次世界大戦が開始された時に、本艦は依然として本国艦大機下の第二戦隊に所属した。その第二戦隊から、ネルソン級戦艦2隻が出動したり、巡洋戦艦戦隊の高速艦3隻が引き抜かれて、ドイツ海軍の通称破壊艦の捜索についている時も、低速の本艦は主だった活動はなかった。1940年になると、本艦は、 カニンガム提督が率いる地中海艦隊に編入された。1940年5月4日にアレクサンドリア到着。6月10日、ムッソリーニ首相の主導により、イタリア王国がイギリスとフランスに戦線布告して、地中海の戦いが始まり、地中海戦線が形成された。6月22日、戦艦ラミリーズ空母イーグル第2駆逐軍と共にアレクサンドリアから出撃。 これは、戦乱護衛を目的としたものであったが、作戦は延期され6月23日にアレクサンドリアに戻った。6月28日に再出撃。7月2日起動。7月7日から MA5 作戦に参加。作戦中の7月9日にカラブリア沖海戦に参加したが、本館の定則は決定的な戦いに間に合わないばかりか両艦の。 クイーンエリザベス級戦艦マレーヤの遊足も殺すことになった。この海戦の終盤で地中海艦隊機関の衛戦艦、ウォースパイトとイタリア王立海軍の戦艦コンテディカブール及びジュリオ・チェザーレなどとの砲撃戦が繰り広げられてチェザーレが中破している。他方、本艦はその低速から射撃距離に近づくことすらできぬまま海戦は終結した。8月11日、 アレクサンドリア出港。8月12日にスエズ運河を通って航海に入った。これ以降ロイヤルサブリンは1941年までの間に大西洋などでの輸送船団護衛任務に従事し、無事に果たした。1941年12月上旬、日本海軍の攻撃により、マレー沖海戦で東洋艦隊の主力艦2隻が撃沈され、 極東の最大拠点シンガポールも1942年2月に陥落した。東洋艦隊を再建するため、R 級戦艦は同艦隊に編入されて、インド洋に進出した。最初に、セイロン島とリンコマリーとアッテュ艦渉を母校として、東洋艦隊が編成された。だが1942年3月に、ナグモ機動部隊がインド洋に展開して、脅威となり、 東洋艦隊はマダガスカルとアフリカ大陸東岸まで後退した。一部は地中海に撤退し、本艦を含む残りはケニア沖まで撤退することとなり、両艦の R 級戦艦らとアフリカ沖で戦乱護衛に従事した。その後、1943年終盤に本国艦隊に編入されたが、その直前にアメリカで修理を受けている。また、ロイヤルサブリンが、 本国に到着すると本館はひとまず予備役となり、その乗組委員も他館に割り当てられた注釈さん。第一次世界大戦時には有力な館であった本館、及び R9 戦艦も大規模な近代化改装を受けられなかったために、日本海軍の要する空母機動部隊に対して対抗できない時代遅れな戦力となってしまった。以降、本館は、 これといった活動はしていない。1944年当時のアルハンゲリスク時代の本館。明細の模様は英国海軍使用だが塗装は濃く塗り直された。1943年9月、イタリアが降伏する。ソ連はイタリア艦艇の3分の1の分配を要求したが入れられず、代わりにアメリカとイギリスから艦艇が対応されることとなった。この際に、 イギリスが戦艦を、アメリカが巡洋艦等を対応することとなり、ロイヤルサブリンもそのうちの一隻となった。1944年5月30日にソ連へ引き渡されて、アルハンゲリスクと改名された後、スカパフローで訓練を実施した。この頃、ドイツ巨大戦艦ティルピッツは度重なる空襲で損傷していたが、未だに浮いていたので対抗できる本艦には、 それなりの存在価値があった。8月17日に JW59 戦団の護衛の一席としてイギリスを離れた。6日後、戦団を攻撃したドイツ潜水艦 U711 艦長ハンス・ギュンターラングはアルハンゲリスクと駆逐艦に魚雷を命中させたと報告したが、これは誤りであり、実際は魚雷は早爆していた。 アルハンゲリスクを撃破したと考えていたドイツ軍は、コラに停泊するアルハンゲリスクに対して潜水艦による攻撃を幾度か行ったガボウガミナリモウの存在のため失敗に終わっている。続いて特殊潜航艇ビーバーによる攻撃が計画されたが、機械的な問題のため中止となっており、また実行されたとしても、その予定日にはアルハンゲリスクはコラを離れていた。 アルハンゲリスクは8月29日に北洋艦隊に編入された。アルハンゲリスクは第二次世界大戦時のソ連艦艇では最大のものであり、ゴーディ・レベチェンコ提督の機関となり、北極海での戦団護衛に従事した。1947年後半に八海で座礁したが、損傷の有無や程度は不明である。1948年になるとイタリア戦艦、 ジュリオチザーレがソ連へ引き渡される。その後、アルハンゲリスクは1949年2月4日に、ようやくイギリスへ返還された。ソ連は当初、アルハンゲリスクはイギリスまでの航海に耐えられないと主張して返還を逃れようとした。返還後、ソ連時代の劣悪な整備や衛生状態の悪さが、たたり解体が決まった。 1949年4月5日に売却され、スコットランド・インバーキー・ジングのソス・ W ・ウォード社の解体場に5月18日に栄光されて解体された。計画が実施されなかった理由には、本艦を含むリベンジ急戦艦船,船体の余裕のなさ、各艦の保存状態の悪さが挙げられるという。第二次世界大戦が勃発すると、栄艦船には直ちに明細塗装がなされたが、 海軍省指定明細の策定は1941年にまでもつれ込んだ。そのため、その間における非公式な明細塗装は各艦の艦長にその裁量が委ねられていた。この頃の王立海軍は人員不足が喫緊の課題となっており、すでに老朽艦というべき本館でその乗組員を遊ばせておくわけにはいかなかった。ありがとうございます。